がですね、2012年の10月に、まあ、撮りました。まあ、青春エッジというその、まあ、テイオさんの、で、まあ、エッジマスターチームさんの、このチームが入っているというような企画で、撮りました。ですね、これが、まあ、そのシリーズの3本目ということで、伊藤さんには、3本とも出ていただいたんですけれども、そのことはちょっと思い出しました。では、今回共演者の吉岡睦夫さん、どうぞ。吉岡睦夫と申します。今日は本当にありがとうございます。よろしくお願いします。途中映像が乱れました。すみません。この映画で割と重要なのはですね、この仕事をちょうど来た時に、私のことなんですけども、好きな、何でもいいよということで、出した記憶がありまして、その伊藤さんが手が持ってくれて、出て、ぜひ壊してみようと作品なんですけど、2010年に撮ったんだと思いますけど、その頃もそうだったけども、痩せれるようになったかな。痩せますね。それで、割と伊藤はその、それから一井小町から私4本ぐらい、同じ脚本家でやった時に、その脚本、これはあるメイキングのメイキングっていうね、映画のメイキングの中で伊藤が話してたのは、ナーキーだけども、その人物はどこか、チャーミングな部分があるというか、人間的な部分があって、なんかそういうものにその脚本惹かれるというか、その人物像が面白いということで、演じてくれたんですね。で、割と、それまで、
私とその伊藤の仕事っていうのは、まあそんな、なんだろうな、それまでに、まあよく伊藤さんがやってたような、その、割とね、殺人者であるとかっていうのは多かったんだけど、そうではなくて、まあその頃は小林さんっていったコンサートしようって、割と小林さんっていうのは、骨太というかね、ストーリーがしっかりしている、マシンがあるっていうかね、まあ話なんですね。で、その頃ね、やっぱりその、まあ多少こう、それでも、その、映画としてのストーリーの力って割と残り込んで、で、まあ伊藤とそのこれやってる時は割と、このセリフはどうかな、言えるかな、俺が言うと、とか言ったりはしてたんだけども、この頃の伊藤はそうではなくて、その、まあ脚本通りに演じたいっていうね、ようなところあったと思うけども、そういう記憶はないですよね、石井の。まあその、俊樹さんがピンク映画で、小林さんの脚本で、さんとやら、たけしさんとやられてた時の現場というか、あまり知らないまあ、そうでしょうけど、まあ、伊藤とは割とこう俺は伊藤さんとは そんなにね、現場の前に脚本ができたんで会ったりして、その後、まあ、現場で、まあ、会うぐらいなんだけども、で俺と、まあ、伊藤さんが大体どんな感じかは分かってると思うんです。で、割と仲良くね、仕事の話をしてたんじゃないかなと。なんか割とで電話で話したりしてたもんね。とかまあ青2歳とかでも本読みとかやるじゃないですか。はい。そうするとまあちょっと帰るときにじゃあちょっと茶でもするみたいな感じで、はい、まああれましましょうとかって言ってお茶すると、だからまあ僕はたけしさんに。でもタケさん、僕はどうすればいいんでしょうかねっていうのを、そうだよね。まあそれは、まあ、聞くんだよな。で、ただそのまあこの現場以外にもそうだけども、なんかとってもこうタケシとこうなんだろうな、そのセリフ合わせ、セリフじゃねえな、なんか芝居を合わせてたりしたよね。まあご指導をもらってたっていうかあったよね、そういう場面はね。それでいいのみたいな感じはなかったかな。なんかチクチク言われるんですよね。それでいいのかみたいな。でもやっぱりそこ相当やっぱり吉岡のことは気にしてたんだね、それね。どうですかね。まあ、でもこの例えば青2歳の時もそれは最初電話がかかってきて、もう吉岡マム出るんだってみたいな感じで脚本読んだか、まあ、言いましたと。でまあその時も武さん、僕はこれどういうふうにやったら良いんでしょうかっていうようなこと、まあ適当にポロッと聞いちゃうんですよ。あ、そうするとそれは過去の話なんかもしつつ、過去の話もしつつね、でこの青2歳の時なんかは吉岡、お前の役は笑わせる役だと。で俺なんかもうハテナなんですよ。これ多分これを僕笑わせる役じゃないですよね。いや何を言ってんだと、俺たちがグッとこう真面目にやるからお前のところでドーンと来なきゃダメなんだと。そうですか。でも俊樹さんの意図は違うんじゃないでしょうかというような、そういうなんか、まあ、話とかして でもまあそれは乗ってるっていうか、伊藤さんとこう、そう伊藤はまあたつもに楽しそうにやってたっていう記憶があるんだよね。まあちゃんと照れよとか、なんかね、そうですね、なんかやってたよね。そうですね。例えばまあグズグズだけどそのスナックでのアクションみたいなの、はい、もう二人でなんか伊藤がまあしてアクションをつけてたって感じあったんですよ。そうですね、そうですね。でもなんかよく言われ、よく武さんなんか言ってたのがやっぱりピンク映画だと男優はやっぱり女性と絡むことが多いじゃないですか。でつまりこう男性とのシーンってあまりなくて、だから例えばたけしさんなんかは下本史郎さんとか佐野さんなんかと一緒にやったのがすごくこう
面白かったし、ためになったんだと。でだから、そういうなんか男同士のシーンっていいよなっていうのをなんか言ってて、だあまり僕もたけしさんと芝居で一緒の絡むっていうのはあまりなくて、だから青日祭が一番多いぐらいなんですよ。だからすごくまあいろいろこう僕もやっててとってもこうまあ面白い、面白いっていうかな。どういうところが面白い、まあ、まあそういうやり取りが面白いっていうことかな。あれですよね、そのなんか俺聞いたことが、まあポロッと話したら聞いたこと、まあ型みたいなことかな、型にはまるはまらないっていうようなことをまあ少し言ってた気がしますね。それらしいことは、まあそれはまあなぜなのかはわからないけども、型にはまらないようにっていうふうには、なんかちょっと気をつけてたみたいですね。まあ、その、どうしてもね、型でこう、作っていくと、割と想像通りのものになってしまう。まあ、あら、もうそんなに目立たないけどっていうのがあったんだろうけどね。型を、なるべく作らない。まあ、それはまあ、伊藤は伊藤の型がある。っていうのは当然あるんだろうけどね、なんかちょっと違うんですけど、たけしさんよく監督と共犯関係結ぶんだよみたいなことを言ってて、でまあ僕なんかよくそうですかわかんないですねみたいなあれなんですけど、そういうのってとしきさんこうたけしさんまあそれはたけしがまあこの本日はこの初日舞台、ここでの舞台挨拶の時もそれを言って、実は言ったね。それを実は、俺が言ったって言うんだけども、まあ、なのかもしんない。俺が誰かに言ったんだろうな。まあ、かもしんないんだけども、それをよく考えたら、まあ、目的は違うと。多分、俳優さんと監督って目的は違うんであろうと。でも、なんだろうな、目的が違うから面白いみたいな、ね、現場だけで、まあ、普段そんなにね、伊藤さんと、じゃあ、まあ、どっちかというと、まあ、よく会ってた方の監督なのかもしれないけども、まあ、でも、思い出した。俺、伊藤と俺、まあ、そんなに伊藤とね、それはた伊藤芝居をやってて、銀幕少年を何しやったらは、エイさんのところで芝居を、まあ、芝居というか、パフォーマンス的なことをやってて、で、その前から、まあ、映画の、まあ、自主映画なんかをやってたわけですよね、ずっと。まあ、たくさん、まあ、友達がいる、俺はそんなに来る、まあ、その比べてしまうと、そんなに来るわけじゃないけど、どこでその芸と知り合ったのかなって、知り合ったっていうのは多分伊藤が声かけてきたんでね、そこからなんだけど、それはまあ絡んでくるように飲んでて、でもまあ全然嫌な感じがしなくて、そこからそれまでは多分上野俊也さんの連続の通知前にここで用意したって上野に見られるかなあかの現場ではやっぱりそれほどね話もしてないし、なんですよ。でそれがまぜさんのまぜさんの映画の何かの時に、まあしばらく飲んでて、まあ伊藤さんここにいて、で伊藤さんの方からなんだチンピラじゃねえかよみたいなことをこう、まあ突然ね、まあ司会からいなかったんだけど、それまでこうやって話してたみたいなこともあったんだよね。それは伊藤流のなんていうのかな、近づき方っていうかさ、みたいなところがあったのかもしれないね。で、まあそこからなんですよ。まあ、普通に仕事ができる関係になったっていうのはね。
ただ伊藤ってのはね、そっちだから君なんかにもちょこちょこ電話を入れたりしたように、そういうことはまあやってて、でまあ俺芝居やりたくしょ、芝居っていうかね、映画に出たかったのか、まあそのいろいろやっぱり状況が変わっていくな、変わっていくっていうのは当たり前で、デジタル化されていくとの中で、うんと、まあ何をやってもいいのかっていうかさ、みたいなところもあって、でもなんかね、映画に出たいとか芝居をやりたいっていう気持ちがすっごい強かったんじゃないかって思うんだよね。あのそれはだから一時小鉢の時の、それはまあさっきの質問なんだけども、あの本読みの時に、あのまあ初めて前役さんだった時にそのちょっとね、あの俺がまあ伊藤もなんか質問してきたのかなってなんか話した時に、俺ちょっとそこになんかそのもう一人そこに口を挟んできたやつがいたの、でまあ伊藤もまあちょっとこう、まあ、大した話じゃなかったんだけどね、そのそれほど大した、まあ、伊藤にとっては大した話かもしれない、大した話じゃなかったんだけど、ちょっと帰ってきた時にちょっとやらかしたのかな、で俺もなんかそういうのなんか突然変なことを言ってきたから、俺切れちゃって、でまあやめるかと、いう風になったんだ、その時で、もうやめちゃおうと、そしてまあ一時、まあそのまあ稽古場みたいなところから出て、まあ伊藤はどっかこう伊藤はどっか公園にいたんだな、近くの、でまあタバコ吸いに来たからそこに行こうとして、まあ俺はちょっとまだ興奮冷めてなかったから、まあいろいろ言ってたらば、伊藤が一言こう言ったんだよね、あのもったいないと、もったいないって言うと、その何がもったいないの、あの子はもうその要するに相手役の子だよね、あの子はいい、あの子もいいからもったいない、うん、そういう形かな、だそういうものっていうのはやっぱり見る、まあ、目がねやっぱりある、うん、あったんだな、だまああれ言われなくてもやったとは思うんだけども、まあそういうことは何回かって、まあ、ちゃんと見てんだなって言ってました。なんか芝居とか僕やるじゃないですか、そうするとまあ武さん見に来てくれるんですけど、招待出したのに口袋に2000円とか入れて持ってくれて飯食えよって言って、招待出して意味ないじゃないですかっていう感じなんですけど、でまあ例えば演劇なんかだとやった日、飲んでいろいろ人からブロックス言われたりして、でも次の日もやんなきゃいけないしっていう時に、次の日起きてまあたけしさんに電話するわけですよ、たけしさん、まあ、こういうこと言われたんですけどどうなんでしょうかねと、そうするとまあ大体褒めてくれるんですよ、もういやよかったよと言って、なんか映画なんかでもなんか割と僕が人からいろいろ悪く言われたやつに限ってなんか褒めてくれて、ただまあ褒めてほしい時も全く褒めてくれないんですけど、なんかそういうの随分勇気づけられたんですけどね。あ、もうあれか、つい聞いてたな、今回吉岡どうだったって聞いたよ。俺も吉岡とそんなに仕事したな、するようになった最近、今その頃からですよ、多分君がここで読書やってた頃はそれほど知り合いでもなかったような気がします、はいはい、で伊藤に誘われてお前の芝居、まあ吉岡さんの芝居を何回か見に行ったりもしたよね、はいはい、だからそういうなんか用事があってじゃあ芝居の見に行くかみたいな感じだったのか、わざわざ行くかっていうことだったのかちょっとよく覚えてないんだけども、まあ、その面白いぜって、あ、いいよっていうふうには言って、だからそれは、俺はいいよって言わなかったから、まあそのような、みたいなことあったからね。これ全然関係ないんですけど、たけしさんがゴキブリの作り方っていう演劇やったときに、僕はまあちょっと出なくて、
客入れを手伝ってたりですね、その時にお客さんがまあちっちゃい劇場にすごいいっぱい来て、まあ、入りきれないみたいなのを僕はまあ客入れで、もう少しお待ちくださいとかって頑張ってやってたんですよ。分かってる。で、そこを一番したわけじゃない。もう開演10分ぐらい過ぎてて、でもあと10人だからもうちょっと頑張って入れますみたいな感じの時に、たけしさんがこう楽屋から回ってきて、もうこう音響さんと照明さんに、もう始めちゃえって言うわけですよ。まだお客さん入ってないのに。で、俺がたけしさんに、ちょっとまだやってますよと、もう始めちゃうんだよって言って、もう僕もちょっともうテンパってるから、何言ってんのこのクソはと思って、でも始まっちゃうわけですよ。もう俺もこうなんかもう客入れのプロ意識が芽生えちゃってるから、あ、まあそうだよな、 そういう感じだったよな。でもうずっと腹立ってて、で終わった後にたけしさん、もう10人、あと10人で俺入れてたんですよ、なんで途中で始めちゃうんですかみたいなことを言った時に、いや、ごめんごめんと、なんかぐちゃぐちゃになればいいと思ったんだよって言って、なんだよそれみたいな。でもなんかそういうこう、なんかぐちゃぐちゃになればいいんじゃいいよみたいなのが、まああの芝居もそうだし、まあ、例えば芝居、まあもうそうなんだけど、なんかそういうのはあったのかななんて、わかんないですけど、まあ予定調和みたいなのはやっぱ嫌だったのか、まあでもあんたが相当入ってたからな、あれな、あれあと10人って入ったかどうかっていう感じだな。いや結局始まってな、こんなことしながら、そうだね、入れたってやったわけですよ。まあどうでもいいんですけどね。なんか、これ、前は、割とこう打ち合わせっていうか現場での話をしましたよ、伊藤さんとは。でも最近はだからきっと、まあ、吉岡とやるみたいには、まあ、吉岡はなんか見てみてっていうような感じで、ね、どっちかっていうと今もどうかな、なんか違う手を出したりするじゃん、ね、で俺がそれを切ったって怒ったりするじゃん。そうじゃないんだよね、まあ、現場入ってく大体今はあのいじっこばちの頃からはもう現場一番 最初だよ、伊藤さんが。で、静かに言うよ。で、うろうろ助監督に質問したりしてる。で、俺がなんかこっちでやって、まあ、カメラなんかと打ち合わせしてって、もうまあ一口で言いますよ。で、俺なんかと目はほとんど合わせない。目合わせで、で、なんか、じゃあ、ぼちぼち、テストが始まるなとか、みたいなことを、こう、なんとなく見てたりする感じですね。それは、この、の映画でもそうだったでしょうね。だったと思うけど、だから、その、なんかね、監督、だからそこが共犯者っていうことなんじゃないかな。それはだから俺よく思うんだよ、その別に お前に見せるんじゃないよみたいな、まあね、お前は監督だろって、俺は、はい、お前に見せるわけじゃないみたいなことがやっぱあるんだな、あるんだよ、ぐちゃぐちゃ言うなっていうようなと、そんな言わないよ絶対。